ほほう、ここが壁竜の城か。まさに王たる我にふさわしい場所だ。ん？なんだあいつ、敵ってわけじゃなさそうだが。おい、そこの前、この城に何か用か。ほほう、なかなかどうして、立派な戦士がいるではないか。これは噂以上に期待できそうだな。なんだよ、人のことジロジロ見て。どうした、ランザーブ、何かあったのか。いやーな、少し、というか、かなり妙な奴が来てるんだ。おい、そこの金髪、貴様が、ここの城主だな。我が名はアレクシス。貴様も王族の端くれならば当然聞いたことのある名だろう。アレクシス王といえば、遠方の大国を治めている王のはずじゃ。一体どうしてここに？ふん、いい質問だ。今日よりこの城は、このアレクシスが治める。え？はあ？何言ってんだこいつ。この城には強い戦士が集まると聞いてきたが、噂は間違いではなかったようだな。しかし、主たる者が貴様のような若造では将来が不安であろう。いやいや、ちょっと待っ。だが喜べ、王たる我がこの城の者たちを全て家臣にしてやろうぞ。何を隠そう、我は事情により新たな家臣と居城を探していたところなのだ。いや、あの、でもこの城は俺が。ああそうそう、我の器は海よりも広い。よって、そこのお前も我が家臣としてやる。それも一番のだ。さあ皆の者、今日は祝いの宴と行こうではないか。早速準備に取り掛かろうぞ。なんかすごい人が来ちゃったな。で、お前受け入れるつもりなのかよ。まあ悪い人じゃなさそうだし、何より事情がありそうだ。受け入れてもいいんじゃないか。お前らしい理由だな。まあお前が言うんだし大丈夫か。さあ歓迎しろ。我を歓迎するのだ、皆の者を。ハハハハ。王子、王子はいるか。どうしたアレクシス、俺に何か用か。王子、貴様はまるでなっていない。え、何がだ。王としてのあり方だ。この城の者は皆我に対しての敬意がなさすぎる。先ほどなどおはようと言われたのだぞ。お目覚めですか陛下、ではなくおはようと。でも挨拶はいいことだろう。そういうことを言っているのではない。先代の主たる貴様の威厳が足りなかったと言っているのだ。いや、みんなは家臣じゃなくて俺の仲間だし、俺は敬われるのが苦手っていうか。ああ、なんと嘆かわしい。いいか王子、王とは頂点なのだ。
誰よりも偉く、誰よりも敬われるべき存在なのだ。王がそのような態度では、民や家臣が王を舐めてかかる。王が舐められるということは、国が舐められているのと同等。さらに、国民が国を舐めるということは、他の国々も舐めているということだ。そうか、さすがに言い過ぎじゃ。いいや、これはもはや王にとっての常識。王こそが国で最も偉く敬われる存在でなければ、国は舐められ他国に滅ぼされるのだ。まあ、我はそんな生き方をしていたら家臣に国を追放されたがな。え、全く説得力がないんだけど。まこと見事に謀反を起こされてな。あそこまで鮮やかに寝首をかくとは、さすが我が家臣たち。だが今頃は指導者の何たるかを知って悪戦苦闘しているだろうな。その点この城の者は幸せだな。なんせ我が王となったのだからな。一応ここの主は俺なんだけどって聞いてないか。殿下、あのアレクシスとかいう男、どうにかなりませんか。アレクシスを、何か面倒なことがあったのか。あの男自身がすでに面倒です。例えば。勝手にこの城にとどまっているのに寝床は独占する。出された食事に文句は言う。しかも皆に対しあれこれと命令まで。さっきなんかドラゴンの激励に触れようとしていました。危うく城中がめちゃくちゃになるところだった。殿下、上司としてあの男に厳しく勧告を。あの人に注意できそうな人は王子ぐらいしかいないんです。だからお願いしますね。そんなことになってたのか。ここはビシッと注意しなきゃな。王子、こんなところにいたのか。ずいぶん探し回ったぞ。この城にはまともな服はないのか。王たる我にふさわしい服が一着も。なあアレクシス、ちょっと真面目な話があるんだ。うん、なんだ急に改まって。申してみよう。な、実はみんなから不満が出てるんだ、アレクシスの日頃の態度について。ああ、何かと思えばそのことか。よいよい、言わせておけ。もしかして知っていたのか。家臣や民草の声ぐらい我はちゃんと聞いている。だがな王子、そのような声ごときで王は態度を改めてはならぬのだ。というと。いいか、国とは王のことなのだ。王のもとに民が集まるのだ。だがその王が簡単に揺らいでみろ。民は自分たちに国を動かす力があると勘違いする。まあ揺るがずとも王が打倒されることはあるがな。その塩梅の難しさも含め国だ。しかし王子、王ならば揺らぐな。揺らげばすぐに国が崩れるぞ。王が揺らげば国が。というわけで、我は態度を変えるつもりはない。なぜなら、この城の王だからだ。
あの揺るがなさはある意味では本物の王だな。とはいえみんなと仲良くしてくれるのが一番なんだけど、どうしたものかな。殿下、敵衆との砲が、すぐに迎撃準備を。ああ、わかった。急いでみんなに。ふん、焦るな焦るな。この城の強固さを考えろ。ドラゴンでも攻めてこぬ限り、そう簡単に攻め落とされるわけがなかろう。貴様、いい加減にしろ。皆が一丸となっている時に何を悠長なことを。口を慎め、小娘。貴様の焦りは皆を団結させるものではない。ただ皆を怯えさせるだけだ。さて、いい機会だ。本当の王の戦いというものを存分に学ぶがよい。アレクセス、何をするつもりだ。決まっているだろう。王とは常に先頭に立ち、家臣たちを率いるもの。さあ皆の者、我についてくるがいい。今こそ出陣の時だ。皆の者、我に続け。一気に畳みかけるぞ。すごい、なんで的確な指揮だ。今までとは段違いの効率で敵を蹴散らしていく。口だけではなかったのだな。あの男にこれほど優れた軍師の才があったとは。優れた王のやり方か。これは彼から学ぶべきことがたくさん。危ない、エルフィルゼ。あ、殿下。王子。くそ、敵どもめ。よくも我の大事な家臣を。許さぬぞ。よかった、敵はもう撤退したみたいだな。すまなかった王子。我が率いておきながら貴様に傷を負わせてしまった。いや、謝ることはないさ。これは俺が自分で。いや、この傷は我の落ち度。王子、改めて我はここに誓う。金輪際何人たりとも我の家臣に傷はつけさせん。だから今日はゆっくり傷を癒すがよい。ありがとうアレクシス。俺はまだまだ君から学ぶことが多そうだ。今日はその言葉に甘えてゆっくり休ませてもらうよ。今日の食事もいまいちだな。何ですか、また文句ですか。当たり前だ。ここの食事は王たる我の口に合わぬものばかりだからな。というより我は野菜が嫌いだと毎日言っているではないか。一体何度言えば理解して。文句ばかり言っていると、これからアレクシスの分だけ食事は作りませんよ。それは謀反か。我に対する謀反の宣言か。ええ、その通りです。
なので謀反を起こされたくなければ文句を言わずに食べてください。まったく、さっきの戦いでは見直したが、お前は相変わらずだな。ふん、王とは揺るがぬもの。家臣は黙って我に従っていればよいのだ。のぼせ上がるな。お前の家臣になどなった覚えはない。王として認めた覚えもな。だが、この前はお前のおかげで皆も私も助かった。お前の指揮能力、あれは本物だ。だから、一応礼は言っておく。待て、小娘、礼を言うのなら神戸を垂れろ。おい、小娘。よかった。なんだかんだ言いつつ、アレクシスもみんなとうまくやってるみたいだな。おい王子、貴様からもあいつらに言ってくれ。ここの王が誰なのかを。多分アレクシスじゃないって言われるのがオチだと思うぞ。あれだけ王の背中を見せたというのに、貴様までそんなことを言うのか。まあよい、いずれ皆も気づくだろう、この我がどれほど優れた真の王であるのかを。その暁にはここの家臣たちもおのずと我を仰ぎ、城もすべて我のものとなるのだ。懲りない人ですね、まったく。でも確かに彼は本物の王だよ。な、王子まで何を言うのですか。どんな時も揺るがず、自分が国の象徴であろうという信念、あれも一つの王としての答えなんだと思う。彼は一見自分勝手なだけだけれど、その実誰よりもみんなをよく見ている。だからあれだけ指揮がうまいんだっていうのが、アレクシスをずっと見て俺が思ったこと。俺もまだまだ頑張らないとな。はあ、でも野菜の好き嫌いはダメです。王子からもそれは伝えてくださいね。わかった。一番の家臣の言うことならもう少し聞いてくれるかもしれないしな。